はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリビジです。では今回は銀河英雄伝説4 EX、10惑星同盟軍ヤン・ラップの出世競争物語と言ってもいいと思うんですが、こちらのプレイ続きをやっていきたいと思います。で、すでにベレンシュタインまで、帝国領に侵入を果たしていますので、今回はまずシャンタウ、さらにフレイヤ星系と落としてですね、首都星系、帝国の首都星系、バルハラ、そして首都星オーディンを目指していきたいというふうに思っています。では早速時間を進めます。シャンタウの方に艦隊を進めていきます。で、一旦ヤンはね、ハイネセンの方に戻します。で、バーラトに戻ったのがビュコックなんですが、ここで一度艦隊がね、しっかり補充されているという状態なので、まず艦隊駐留でイゼルローンの方にビュコックを戻します。で、ヤンに関して言うと、ちょっと艦隊確認しておきましょう。同盟のヤン艦隊第13艦隊ですね、こちらになります。今ハイネセンへ、帰還中ということで、今エルゴンまで戻っているので、エルゴンはこちらになります。エルゴンにヤンがいますね。エルゴンがヤンがですね、ヤンがエルゴンからハイネセンに戻ったらですね、一応に、ヤン艦隊のね、幕僚、もちろんヤン自身も元帥への昇格のチャンスあるかなと思いますので、見極めていきたいと思います。で、一方ラップの方なんですけども、今ラップはね、シャンタウ侵攻のためにビレンシュタインに入っているという状態です。なので、これもね、しっかりこなしてもらってから、ハイネセンに戻して、大将に昇格できるかどうかというね、功績値の確認をしていきたいと思っています。では時間を進めます。ビレンシュタインに艦隊駐留させようという話か。まあ、ビュコックはイゼルローンにね、駐留させようというのが、まあ、僕シュトレの指示だったんですが、これを、まあ、結果的にアルサレムを経由する形でロボスにひっくり返されたというところですかね。さあ、シャンタウ星系の方なんですが、艦隊が、味方はチューンしか入っていないので、ここに後追いで艦隊を出します。本当にね、言うことをみんな聞いてくれないので、しっかりと言うことを聞くようにと指示を出していきます。ただこうなってくるとどうなんでしょうね。一旦ラップも戻しますか。で、ラップを戻してハイネセンに一緒ね。で、その上で見極めをすると、このまま同盟軍にいてヤンに勝てるのかというのをちょっと見極めていきましょう。なので、艦隊出撃で言うとですね、今で言うラップがどこにいるかというと、アムリッツァーの防衛に入っているというところなので、艦隊出撃でアムリッツァーから一旦ラップを外してハイネセンに戻しましょう。まあ、これもまたロボスにひっくり返される可能性はありますけどね。うわ、ヤンか、アムリッツァーに対して大規模な艦隊か。なかなかシャンタウの方に艦隊を出させてくれないな。シャンタウの方の敵艦隊わかんないからね、チュンだけでちょっと持ちこたえられる相手ではないというところ大いにあるので、ここはもう綱引き合戦ですね。いや、シャンタウだ、いや、アムリッツァだというね、この綱引き合戦を根気強く、こなしていきましょう。ただそんな中でもヤンとラップは一度ハイネセンに戻すというのはね、ブレない設定でやっていきます。なので、この後ラップに関しては一度ね、また艦隊の出撃でアムリッツァに出るという指示を解除していきます。
さあ、いよいよシャンタウの敵艦隊出てきましたね。敵艦隊何がいるのか誰がいるのかというのは分からないんですけども、艦隊がいるのは確認してます。さあシャンタウですね。おお、アッテンボローが中将に昇進。アッテンボローはアッテンボローで艦隊のね、司令官の任務についてもらってもいいかもしれませんね。でポプランが中3に昇進です。そしてヤンが元帥昇格。ここはラップはどういう思いなんだろうな。ではまずは艦隊の幕僚編成を確認していきましょう。ヤンの艦隊なんですが、ここからアッテンボローをね、一度解任しましょう。で代わりに新しく艦隊作ります。ヤン艦隊から独立する形でアッテンボローをね、艦隊の司令長官へと任命をしていきたいと思います。でシャンタウの方にはようやく艦隊が到着です。まあ、チュンだけで持ちこたえられる相手ではないので、ここは後続の味方の艦隊としっかり合流を果たした上で、シャンタウ政権で艦隊決戦の勝利を掴んでいきます。でこの段階でシャンタウの方に艦隊を1つ2つと増やしておいて、ヤン艦隊を投入で、それと並行して先ほどアッテンボローが中将に昇進しているので、第14艦隊としてアッテンボローを選択していきます。で、幕僚が誰もいないんでちょっと残念な感じにはなるんですが、一旦これで巡航艦をベースにした打撃艦隊という形のものを作っていきます。でシャンタウの方なんですが、敵の艦隊未だに誰がいるか判明していないな。ただし敵の艦隊で見るとどこにいるかが分かると。シャンタウの方に連連、おそらくメルカッツ、ミッターマイヤーあたりもいる可能性がありますね。ミッターマイヤーもここにいるな。アムリッツァーの方に艦隊を戻させるからね、本当にヤンが微妙なことをしてくれる。ビレンシュタイン政権で敵艦隊と遭遇。これはどの艦隊だったんだろう。ちょっと気になるところではありますが、艦隊出撃、シャンタウの方にまずは新しい艦隊アッテンボロー、それにムーア、ビュコック、ルフェーブル、クルブスリーとかこの辺りも入れておきましょう。また綱引き合戦にはなるんですけどね。結局アムリッツだと、まあ、本当に綱引き合戦になるので、まず軍事作戦としてアムリッツァの方は全軍撤退にします。軍事作戦ボーディンも全軍撤退、作戦中止ですね。でシャンタウの方に艦隊を集結させていきます。で肝心のラップなんですが、どこにいるかというと、今はダゴンまで戻ってきている。ただまだハイネ戦まではちょっと距離がありますね。では軍事作戦としてフレイヤ政権の方に、ここも艦隊、戦力の集中という意味で10個艦隊、12個艦隊、許容範囲としては作戦立案をしておきましょう。で帝国軍の艦隊なんですが、もう残っているのが連年が残っている、バラハラにいるね。で士官でいうとミッターマイヤーを葬り去ってるかどうか確認していきましょう。ミッターマイヤーは、まだ生きてるな。さすが疾風ウォルフだな、なかなか強い。でシャンタウの方には、ムーア、アルグランジュ両艦隊が駐留するという決定がなされています。エンベスが順調に昇進。コクラン大佐が順調に昇進ですね。ストークスが少々に、いやみんな
順当に昇進を重ねてるね。そしてムーアが大将に昇進ですね。ここはどういう思いなんでしょうね。まあ、あの原作ではね、今大将に昇進したムーアの配下にいたラップは残念ながらね、アスターテ星警戒戦で戦死するんですけど、さあみんな各々昇進がかなっているという中ですね、フレイヤ星系の方に艦隊を送っていきましょう。まずはそのムーアで、チューンはもうダメだね。アップルトンはまだ大丈夫、アルサレルもまだ戦えますね。まあ、チューンは一度戻ってもらって、ハイネ戦で艦隊の補充を受けてもらおうかなというふうに思います。でヤン艦隊もね、もう完全に復活を遂げている状態にはなっているので、ヤン艦隊さらに新任のアッテンボローですね、でパエッタ あたりまで出しましょう。フレイヤ星系で敵艦隊と遭遇、さらにシャンタウでも敵艦隊と遭遇ですね。ここはしっかりシュトレがね、久しぶりに前線に出てますので、しっかりとした対応をしていきます。まずはシュトレの艦隊ですが、敵の動きに備えましょう。メルカッツが現れたな。そしたらメルカッツを撃破しに行きましょう。各艦隊、メルカッツの側背面に回り込んでいきます。まずはクブルスリーも行動設定で、敵艦隊これの迎撃に、パストレも同じくですね、遊撃でメルカッツの迎撃に向かわせましょう。パエッタも同じですね。ではこれで進めていきます。で本島の絵が奪われちゃってるので、ここはメルカッツを撃破して本島の絵をねしっかりと奪還しにかかります。ここはメルカッツに関してドッグファイト、まあ、いわゆる近接戦を挑んでいるんですけど、メルカッツはやっぱり近接戦強いですね。なかなか削り取れるものではない。さてシャンタウの方なんですけども、艦隊戦続いているので、艦隊追加していきます。まあ、チューンは戻しているので、チューン以外のものですね。でラップも、まあ、出せないという諸事情があるので、まずはルフェーブル、これが到着するのを待ちたいと。でアップルトン、アルサレム、ウランフ、
ボロディン、ルグランジュ、まあ、この辺りをねしっかり入れ込んでいきます。で敵の艦隊の数、まあ、決して多くはないのでしっかりとねここで壊滅状態へと持ち込んでいきましょう。まずは工作艦隊撃礼を行ってから戦闘の方に入っていきます。再開ですね。はい、ではラップ艦隊がね戻ってきました。ハイネ戦に、ここからまあラップ艦隊のね幕僚たちの昇進状況を確認していきます。まずコーネフが中佐、イヴァン・コーネフが中佐に昇進です。マリノが大佐から准将に昇進、ラップもようやく大将に昇進ですね。いやこれは嬉しいね。そしてリンツが大佐。では艦隊として、フレイヤ政権の方にラップ艦隊新たに送り込んでいきましょう。であとねせっかくなんでアッテンボローも送り込んでいく。でもうフレイヤ政権さえ落とせばね、あとはもうオバラド落とすだけという段階になるのでしっかり最後まで戦っていきます。ビュコック、ムーア、ルグランジュ、多数の戦車を出してるね。フレイヤ政権の方の、レンデンブルク要塞、これが強いんだな。レンデンブルク要塞を攻略する任務はヤンに当たってもらおう。クブルスリーが死亡、久しぶりの同盟軍側での大きな被害が出てますね。フレイヤ政権の方に急いで艦隊を送っていかなきゃいけないな。シャンタウでも敵艦隊、パストーレが全滅、大将が死亡。ここに来て帝国艦側の、まあ、いわゆる反攻作戦みたいなものが開始されていると見て良さそうなんで、ちょっと一旦陣容をね立て直していかなきゃいけないかなと思います。ちょっと誤算だったのがこのフレイヤ政権のやっぱりレンデンベルク要塞、ここの攻略がねうまくいっていないというのがあるので、ここの攻略をしっかりやっていくために、
ちょっとね作戦を立て直しましょう。トラーバッハ、リヒテンラーデと回って、バルハラ攻略というのも、一つ手にはなってくるかなと思うので、ちょっとねこの辺り確認をして、最も効率的にバルハラ攻略できる作戦を考えていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。